はい、皆さんこんにちは。今日は2024年第4四半期リリース予定のカバンキーパーのデモ版をプレイしたいと思います。こちらのゲームは日本語対応のゲームで、デモ版も日本語対応になっているみたいです。興味がある方は動画の説明欄に URL 貼っておきますので、ぜひプレイしてみてください。ゲームの内容は、酒場を建設して経営する魅力いっぱいの経営シミュレーションゲーム。心の赴くままに細かく管理するもよし、焦らず飾り付けを楽しむもよし、酒場の店主になって誰よりも重要な役を担い、店をグレードアップさせて変わり者たちが登場する愉快なシナリオを進めましょうという感じで、ゴブリンとかいろいろなキャラクターが出るところの、まあ、酒場の店主となって酒場を運営するというゲームみたいですね。では早速ですね、ゲームプレイしていきましょう。ということで、すごいね、すごいアニメーションのオープニングが終わりましたね。あ、というか、ここからがスタートなのかな。では、早速ですね、始めていきたいと思います。体験版なので、まあ、こちらしか選べませんかね。ナレーターが酒場の物語を語るための主人公を探しています。挑戦してみませんかということで、ゲームの基本、自分の酒場を数日間運営できるよと。うん、どう終わらせるかあなた次第ということですね。ではやってみましょう。はい、ということで今度こそ始まりましたね。まずチュートリアルかな。こちらカメラの操作 WASD キーでいきますよと。マウスかキーボードで回転する、いいかいいですね。これ多分ホイール長押しでも回転できますよと。で、ホイール回転でズームイン、ズームアウトができる。あ、結構寄れますね。で、酒場くつろぎの場所いいですね、と。基本的な知識を行こうと。テーブルを選択してください。間違えたら言いますから。ということで、テーブルを、探す。こいつかな？はい。脱落した候補者が意外と多くて、というようで、まあ、こっちのテーブルでもいいのかな。次は少し難しいよと。あ、お金とかだった。客を探す。ちなみに、英語ではパトロンと言いますよと。はい、OK。正解。ただ、今後は一つつくのは控えましょう。失礼だという人もいますから、ということで、まあ、OK ですね。備品と人はこれで OK。では、部屋の違いを見てみましょうかと。ということで、倉庫の場所は分かりますか？倉庫を探す。倉庫？倉庫はこれかね？はいはい、正解ですよと。お客さんから隠れるのにぴったりな場所ですよと。お、なんか、冒険者か王様かと思った。冒険者は面倒なんです。とりあえず注文を聞いてみましょうと。あ、頭の上に本が出てる人を選んであげてください。あ、これ本出てますね。はい、ということで、この人と話す。そうすると本が開く。ヒーローコンプレックスと。
あなたが冒険者に対応すると、その男はおもむろに剣を抜き出し、カウンターの上にドンと置いたと。ジョッキが増え、他の客の視線が集まる。男は勇ましいポーズを取りながら言った。あと、恐れない庶民を俺様が来てやったぞと。やめろ、カウンターが壊れるか、ご注文はと。冷めた感じでご注文はですね。はい、ということで、ああ、なるほどね。とりあえずこうやって、本がある人をやると、まあ、物語的なものがあって、その人に質問形式で答えるという感じ。あ、やばいやばい。なんかクリックしたら勝手に進んでしまった。はいはい。何を選んだのかわからないけど、おお、危ないね。なんか剣を振り回してるよということで、まあ、これでいこう。酒場を切り盛りする物語。あ、切るとかけてるのかね。全然ダメ。ジョッキは反撃してこないのにということで、はい。こいつはどうだということで、男は近くにいた別の客を指さすと。まあいや、とりあえず本を閉じよう。はい。なるほど、なるほど。オープニングであったやつみたいな感じで、つまきができた。なんかやばい。店員さんが巻き込まれてる。やばいやばいやばい。先に進む。次に進む。どういうこと？もう次行けばいいよってことかな？はい。次のところが始まりました。沼地へようこそ。すみません。先ほどの酒場で予算が底をついてしまって、ドラ遊びでもいいでしょうということで、わあ、なんかやばい。寂れた、ところになりましたね。まず基本中の基本からツールチップ。ここにカーソルを移動して、ああ、なるほどね。なんかヒントが出るよということか。はいはい。そして、ちょっと待って。これ消えるぞ。で、ネスト化したツールチップのリンクの上に合わせるとさらに出るよということで、まあこれで OK。まあタスクにやるとヒント的なのがわかりますよということですね。はい、そして次はというわけでタップルームはあっても肝心のタップがまだありませんと。はい、ということで、ビルドメニューを開く。ビルドメニューでタップを選択、タップを置く。ビルドメニュー、タップ。はい。ここでいいのかな？なんかちょうどここ空いてましたので、ちょっと置いてみましょう。で、スタッフを雇う。この人はホールがちょっとしょぼくて、料理、清掃、雑務が得意と。おお、なんかこの人、あ、この人すごい。ホールも料理も何でもいけそうですね。この人雑用な感じか。ちょっと高いけど、この人雇ってみましょうか。OK。はい。あれが一番いい能力だったんだけどな。あの能力で採用ということで、次にドリンクを設置して売り出す。商人を待つ商人から仕入れるドリンクの在庫を仕入れておく。タップを選ぶ。提供するドリンクを選ぶ。スタッフに仕事。まあ、とりあえず今商人が来たよと。うわ、すごい。なんか沼の番人みたいな人だな。で、ブラッドワインと星は一つ半。まあ、これかな。これ二つまで買えるのかな。あとはなんか、まあ、これでいいのか。とりあえずこれ購入してみましょう。もう一個、こっちも買っといた方がいいのかな。待てよ。星、1しか変わらないんだと。こっちも安くてなんか、星1個あるな。9万70%。こっち79。これ 100% なってるな。ちょっと高い。ああ、でもそこまで高くはないか。これをちょっと購入してみましょう。まあ、勝手になんか2種類買ったけど、それでいいのか分かりません。わあ、なんかむっちゃポイポイ投げられた。はい、次に、なんか言ってたな。タップを選ぶか。タップを選んでドリンクを選択。マットワイザー EX にしてみましょう。OK。スタッフに仕事をしてもらう。ドリンクをスタッフが仕事を始めるまと、普通は8時45分から。でももう9時になってますので、選んでくれる。朝の9時ってことかな？そういうことですね。で、スタッフが樽をセットする。はいはいはい。いや、いいね。ちゃんとこれ動いて、樽とか取りに行って、セットとかしてくれる様子わかるの、かなりいいですね。しかも結構寄れるんだよな。まあ見てても楽しい。で、オープンする。酒場をオープンする。で、ここが今ピカピカ光ってるから、多分これですよね。回転すると。OK。はい、そして酒場の名前が
さった切り株、これ変えられる、あ、変えることはできますね。はいはいはい。あとはお客様が来るのを待ってスタッフに仕事をしてもらうだけですと。で、初めてのドリンクを提供する。お、なんかあれで遊んでるね。指の上コインで動かすやつやってる。あ、なんか来た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 、冒険家みたいな人来たよ。探検家かな。で、なんか原始人みたいな人も来た。さあ、そしてここでお酒を出してくれるのね。はい、オッケー。お、なんかやばいね。なんか化け物いたよみたいな話してる。そんなことないよみたいな感じだわ。だからここのジャングルにあったような人たちが来るのかな。でお店を片付け、自分だけの酒場の誕生ですということで、これが今は白紙のキャンバスのようなものですよと。ああ、なるほど、お香的なものを置いてみると。はい、こんなテーブルクロスですね。ちょっと高級感が出たよと。そんな感じなのかな。おお、すごいね。本をテーブルにしたような感じにもできるとは。これはいいかもしれない。今回は簡単なもの、デザインモードから、パーツを一つ選んでテーブルと組み合わせてみましょうと。これですね、めっちゃ矢印出てるな。袋、彫刻の袋か、ティーポットか、斧が置かれるよって。袋にしよう。はい。あ、なんかペコペコやるな。まあ、真ん中に置いてみよう。フリーカメラ向こう。まあ、人のそれ好みはそれぞれだよと。はい、OK。どうやら主人公は決まりですね。あとはあなたのやる気次第と。ということで、さあ、酒場数日間経営してみましょう。うまくいけば一つ星酒場になるかもしれませんよということで、新聞を読む。地元の新聞を読もう。初日の間に右側に通知がポップアップされると。クリックして読んでみる。ダーツボード。ビルドメニュー左下からダーツボードを探そう。はい、ありますね。ダーツボード。あー、なるほどね。人がここで遊ぶようになってるのか。よし、4人遊んだ方がいいね。あ、ちょっと待って。左上の方がめちゃくちゃなんかガタガタしてる。これなんだ？ちょっと一旦時間を止めよう。倉庫概要。倉庫にあるものすべてを確認できる。それぞれのアイテムのツールチップから需要や痛み、ああ、そうだ、痛み具合あるって言ってた。酒、ほったらかしだ。はい、ということで、倉庫を作るもありますから、倉庫作っていきましょうか。倉庫。で、これを倉庫。ここを全部にしていいのかな？全部にする。で、タップルーム。違う、タップルームじゃない、倉庫だ。え、これはなんだ？あ、一回確認するか。倉庫ですよということで確認して、で、なんか、あ、そうだ、パレットが置けるって書いてあったので、パレット置いていきましょうか。何個ぐらい置いていく？ 3 つぐらい置いときましょうか。はい、これで進めていく。わあ、やばい。なんか多くの女の子みたいなのが来た。すごいかつい人来ましたね。あ、でもなんか、なんだ、指輪もらって結婚するんだよみたいな感じですかね。はいはい。で、頭になんか出てるので、おそらくこれに間に合わないと評価が下がるとか、そんな感じなんでしょうね。で、なんか出てきたよ。バイユークロニクル。これなんだ？魔王引退。死の軍勢を結集し、王国を支配してわずか1年ということで、これなんだろう。なんかわかり、あ、価格金貨1枚で売ってるよというのがなんか来ました。あ、これ新聞なんだ。はい、ということで新聞 OK。隠しコインを探せ。このステージのどこかに1枚のコインがある。見つけ出してクリックしよう。そんなのある？どこだろうね。全然わからん。あ、これか。違う。これは商人だよっていうびっくりマークか。あ、そして、ちゃんと店員さんが運んでくれてる。あ、なるほど、なるほど。で、あとは星を獲得しよう。酒場の格付けを一つ星に上げよう。酒場格付けに評価についてはツールチップを参照と。詳しくは酒場の成長ということで、酒場フラッグ。右にはドリンクフードなどの評価がどれほど高いかが知ら、ああ、なるほど。星のところに合わせると出ると。ドリンクス、一つ星評価。一つ星評価は何だろうな。
ランクアップする方法を探ろうということで、まあいいや、今83あって満足度は問題なしと、でお客さんがもうちょっと来ないとダメだよと、酒場に2種のドリンクを入れないといけないんですね。ああ、そういうことか。な、もう一個タップを作れば問題はないのかな。タップルーム。で、こいつを、ここでいいか。ここに入れておきましょう。どっち向き？こっち向きかな？入らない。こっち側しか入らない。で、なんか今、2種類買ってましたよね、お酒。こっちがマットワイザー EX。なのでこれでは違う、ブラッドワインの方に突っ込んでおこう。でこれで2周いった。ランク1以上の客にドリンクを提供10人しなさいということで、それはできそうですね。あとはコインを探すだけだな。コインはどこなんだろう。よくわかりませんね。なんか床下とかにあるのかな。あ、これはどうなんだ、これ全部やっていかないといけないのかわかりませんが、まあ、サブ的な扱いでいいのかな。はいはい。ああ、ついになんか、あ、来た、本のやつ来た。本の人来ましたね。はい、ということで、骨の髄までということで、いや、どうも、外は随分冷えるよ、やってるかいと。まあ、いらっしゃいということで、追い出すこともできると。何か悩み事があるのか。今ダンジョンで働いてるけどどうしたらいいのかなということで、まあ、環境を変えてみるのもいいんじゃないかな。ダンジョンじゃいつも扉を守って脅かすように踊っているだけなんだと。ハンマーで頭を抱かれるだけだしさと。じゃあこういう仕事に転職したらと。ここにいる、真面目に働くならねと。これあれなのか。ああ、そうなんだ。君はいいやつだな。急に応募しておくから次に会った時はオーナーと呼ばせてくれと。まあ、働きたいよ、的なことを言ってるのかな。そんな話もあるんだ。これダーツは誰もやらないな。はいはいはい。で、とりあえず、2種類はサーブするようになったので、あ、な、やばい、これなんだ？トイレに行きたいって言ってるのか。トイレに来たけどトイレないんだ。やばいね、これトイレどうしたらいい？トイレは、どこなんだろう？そう。違うな、扉とかですもんね。スタッフルーム。トイレはまだあれか、あ、屋外トイレがあるや。どこに設置できるんだ？やばい、これあ、ここか。ここに設置できるよということで、まあ出てすぐに、トイレにするか、それとも、ここだな、ここ。はい、ここに入れておきましょう。50もかかった。え、トイレあるよ、トイレ。OK。今、ちょうどやろうとしたら出ましたね。気さくなスケルトンが職を求めてると。ということで、ああ、いますね。ホール、むっちゃレベル高いや。はい、そしてそこまで高くない。OK、雇ってあげよう。OK。スケルトンを怖がる客もいますよと。パスバートはほとんど寝るよと。19時21分ですね、現在。やばい。白いお酒ある？白いお酒あるな。まだ大丈夫。はい、とりあえず、お客さんは全部出せそうですね。で、これで、ああ、もうちょっとで OK。10になりますね。現在の評価は1。ああ、すごい高い。92% になってる。で、あとは15に、ああ、なんかまたガタガタ言ってるよ。これなんだ、シェフ。酒場メニュー。ああ、なるほど。これで価格が選べますよかな。はい、まあ、それはいいでしょう。お酒しかないですね、今のところ。で、余ってるやつをちゃんと倉庫に。ああ、やばいやばいやばい。お酒がなくなってる。これないよ。これな、もう一個樽はあるから、今運んでくるのね。はいはいはい。そして、この人も来た。ちゃんとトイレも使ってくれてる。OK。さあ、お酒入った。で、コインはないな。さっきから探してますけど、コインがないですね。なんかこう、
ぷっくりになったけど、これも違うのか。はいはい。これで結構いいんじゃないのか。98%。で、客を15人。あと3人か。あと3人くれば星が一つ星になりますね。今夜は雨のようですよと。あ、ヨーヨーしてる、ヨーヨー。はいはいはい。で、骸骨さんは？骸骨さんは、これなんだろう、スタッフルームか。スタッフルームがちゃんとあるんですね。で、この人も帰る。何時だ、今。11時ぐらいですね。はい、で、みんなスタッフルーム、店が終わったのかな？なんかなりますね。これ、19を支払いのスタートまで45分。新装開店の終了まで 1.4 日。はいはい。とりあえず、もうちょっとでなんかなるな。ちょっと早送りしてみましょう。雨の日はひょっとしたらお客さん来ないのかな？やばい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 。めちゃくちゃ早い。こいつは。こいつはめちゃくちゃ早かった。さあ、そしたら今は、新装開店終了まで 1.4 日と。来店が見込まれる客からの感、ああ、そういうことね。あ、そしてここはガタガタしてます。さあ、これが 85%。満足度が 85% ですね。いやー、雨だから全然お客さん来ないな。さあ、めちゃくちゃちょっと進めてみましょうか。特に何もすることがないな。はいはいはい。次の日になりましたかね。しまった、なんか商人が来てたのかもしれない。全く無視してた。あ、商人来た？商人来たな。低い評価。え、これなんだ？客のランク。ここら辺がまだちょっと謎な感じですかね。OK で、白いお酒の方が今1種類ね、足りないんですよね。倉庫に入ってないので、まあそれをちょっと仕入れたい。他のお酒も上司を入れておこうかな。はい、ということで、商人が到着。お酒を買っておこう。あ、前回と違うやつしかない。不浄剤ってなんだろう、これ。30もするからちょっと高いですね。このお酒を5個買おう。で、45。なんか新しくなったな。星が高いやつの方がいいんですかね。これちょっとす、買いすぎだ。3つにしておきましょう。はい。ということで、これだけ。やばい。お金がめちゃくちゃ少ない。そして、置く場所がない。さあ、これやばい。あと2つしか入らないな。2つで3つか。ああ、そして、フロアマットもあるんだ。なるほど、なるほど。で、こいつを、あと3つ。も置いたらお金がやばいんだよね。どうしよう、ここに置くか。とりあえず3つ置いておきましょう。で、OK。ちょっと早送りしていこう。まだお客さんが来る時間ではないのかな。あ、来たね。8時45分からどうたらこうたらって確かあったと思うので、おそらくそういうことですね。で、お客さんには骸骨くんが対応してくれると。かわいい。よし、このなんとかをくれって言ってるのかな。これセットしてる間はあれかな、去ったりはしない感じですかね。ちなみにタップはいくらで置けるんだ。わ、タップ60もするのか。結構高い。ちょっと待って、もう一つ星認定。見事な才能、右側にあるメッセージを選択しよう。星を獲得。を星獲得しましたね。OK。まあ、ただ、未だにコインわからないんですけどね。あ、骸骨さん来た。お、なんだこれ。あ、何も入った。星が入ってるという感じなのか。はい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 。星1個ゲット。さあ、テーブルも欲しいな。こうなってくると。テーブルがあるとないのちょっと違うよね。もう一つ欲しくなりませんかということで。なんか来たよ。製品版では一つ星に認定された新たなルーム、厨房などがやるよと。今回100ホールドをお受け取りくださいと。ああ、そういうこと、ありがたいね。まあ、体験版だからっていうことでしょうね。アンロックが7。座りやすい椅子。そして雑貨の棚、瓦礫の棚、瓦
ロコダイルス革マット、でランタン、あとはラシフトボード、あシフトボード、シフトボード良さそうだな。ロッカー、回収、回収ですね。何かよく分かりませんが OK。 でこれらをゲットしたよということか。はい、OK。で、お金の方も100もらいましたので、いろいろちょっと作れるようになりましたね。待て待て待て、早送りになってるよ。テーブルをちょっと増やそう。これ、なんか難しいな、配置が。こっち側にやると、3人は座れるのか。でも、ダーツがしづらいよね、こっち。この机が邪魔なんだけどな。こっちに置こう。何？これ結構座れるんじゃない？オッケー、60。あ、やばいやばいやばい。そして、結構、みんな頭の上になんかついてるよ。人は待ってるよ、待ってる、待ってる。待って、もう一人ぐらい雇おう。雇いたいけど、なんかそこまで、ホール能力が高い方がいいですよね。短距離型。まあ、わからんけど、これは何のマークだろう。仕事に飽き飽き、やばい。それはやばいね。ちょっと待って、ホールができそうな人があんまりいないな。26。こっち12か。まあいいや、できなくていいから、この人を選んでおこう。さあ、とりあえずこれで、ちょっとやばいよ。早く上げて。待ってる人めちゃくちゃいる。めちゃくちゃいる。タップ置ける？タップ置こう。タップ置く場所がない。早送りしてしまった。やばい、ここ置けないや。ここも置けない。どれかをぶっ壊せば多分いけるのかな。ダーツがあるからかということですかね。やばい、この人が黄色くなってますね。はいはいはい、配ってあげて。まあ、その前にお酒があるのかないのかすらわからん。大丈夫、ちゃんと注文聞いてあげたからメーター戻ったけど、やばいな、これ足りてないな。場所が足りてない。待てよ、これなんか壊すモードがあったので、ここをぶっ壊したいな。1個か2個ぶっ壊して、やばい、消えた消えた。待った、はい、そしてここにタップを置こう。 OK、 ワオっていう感じになったぞ。でドルイドフックをここに出しましょう。ビールですね。よしよしよし。でこちらの人、やばいよ、ちょっとなんでこの人無視するの。まずいまずい、この人もやばいぞ。これ荷物入れてる場合じゃないんだけどな。めちゃくちゃ人が足りない。さあトイレもまだ1個しかないですからね。でなんかデコレーションも作ってみようか。せっかくなのでなんかもらったやつがあったと思うので、もらったやつをなんか作りたいですね。棚系かなんかか。棚はどれだ？どっかに棚があるはずなんで、それを置きましょうか。さあ、なんと、装飾品こちらですね。なんかデコレーションのとこにあるのかと思ったけど、違って、普通にこちらの方から、ビルドメニューからやるやつにありましたので、棚とかちょっと置いてみましょうか。やばいやばい、この人。待って、骨の人どこだ？骨ここか。やばいよ。間に合うか？ OK、 なんとか間に合いましたね。見えた。やべえ、めっちゃ怒ってるよ。全然追いついてない。人が足りないのか。さあ、そしてここもなんかお酒が足りなくなったよと。ジャストドリンク、いやー結構人必要なのかな。全然足りてないですね、人の数が。さあ、取りに行く時間とかもあるので、なんか間に合ったか。この、フードかぶったようなおじさんもかなり待ってますね。で、新しいお酒あげる。やばい、その奥が。そしてなんか、オーガのすごい、オーガなのかな。わからんけど、ゴブリンかなんかのすごい人も来たな。間に合うか、間に合う。この人の前にももう一人いる。はい、話を聞いてあげてくれ。頼む。オレンジ色だ。もうやばいよ。来た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 。順番来た。順番来たけど間に合うのか。よし、聞いてあげたよ。危なかった。さあ、早く一人失うところでしたね。 OK。
さあこっからは余裕だな。あでもグッドボタンが77しかないな。何が足りないんだろう。はい、ということでまあこれはわからないな。何が足りないのかは装飾品とかなのかな。あこの机の上とかにもなんか置けますねきっと。何を置けばいいんだろう。これは普通に、あこれも机の上に置けるのか。そういうことね。あとはなんかラグみたいなカーペットも置けたはずなのにな。そういうのはない。照明は選べない。でも50もする。めちゃくちゃ高い。あーなるほど、こういうやつようかかってますよね。ただこれかけれない。どこにくっつけれるのかはわからない。置くしかできないのかな。カウンターにラベンダー置いとこう。よし。さあそしたらこれで OK。 現在が7時14分。まだ余裕ですね。よし。でビールがあるのはジャストドリンク、ブラッドワイン、ジャストドリンク、ドロイドフット。結構ジャストなんとかはいっぱいだな。ジャストドリンクはいっぱいありますね。 OK。 よーし、今日も一日ギリギリだけど回りましたかね。あお金も結構増えてきたんじゃないかな。で床が汚いのは掃除してくれるのか。あ掃除してくれてますね。骸骨さん掃除してくれてる。オッケー。そしたら何だろうな、座り心地のいい椅子とか置いてみるか。これをここに2つだな。ここにちょっと待って、回転、あダメか、赤くなってますよね。あここか、ここに1個置いてみよう。その他は何かあるかな。ストーブ、これも、あなんか冷えてる場所とかあるのか。こういう感じなのか。ここあったかくしてあげよう。はいはい。ということで、これでおそらく今日一日は終わったと思うので、また次の日にしていきましょうかね。さあ、こちらですね。スタッフルームにベッドが1個しかなかったら、もう一人の来た人が立って寝始めましたね。これなんか、バイトの、あれかもしれない。環境が、よろしくないとかあるかもしれませんね。あそしてなんか新聞の第2話が来ました。これもほっとこう。あれこれなんだ。あー消えないけど消えましたねこれ。あやばい、ベッド置いたけど廊下で寝てる。まあいいでしょう。さあ次の日までちょっと飛ばしていきます。さあ新しい日が始まりましたね。そしてストーリーブック持ってるおじさん来ましたね。はい、どんな物語なんだ。嫌な天気の気配じゃなと、足が痛むんじゃゴブリン目にやられてから関節のことだということで、雨が降る気がするかもと。はい、このおじさんが言ってるんだろうな。本を閉じる。あそうするとなんか今日雨降るのかな。でも天気マークにはなってるな。さあ働いてください。お客さんがもう並んでます。あそういうことか。このカウンターを一個潰したから注文を聞く場所がないんだ。そういうことか。ということで、こちらの方に、スタッフルームじゃない、これだな。こいつを置ける?置けない。では、こっちも置けないな。これの半分サイズがあれば置けるんですけど、あ、これならいけるな。これでもな、人並べるやつじゃないのか。残念。ああ、なるほどね。人が並ぶようにもしていかないといけないんですね。ああ、そういうことか。2列になると、前の人が終わるまでは、お話を聞いてあげれないので、まあ、待ち時間が増えるよという感じなんですね。ああ、そういうことか。しまったね。まあでも、ビールの種類とかいろいろ増やすには、タップのやつ増やさないといけませんでしたからね。さあ、雨降ってきた。雨降ってくるとこの地面が汚れとかもなんかそういうようなのもありそうな感じしますね。 OK。 昨日はかなり黒字だったので今日も黒字で頑張りたい。この座り心地のいい椅子は誰も座ってくれませんね。あとはせっかくですのでこのクロコダイルマット引いてみよう。よいしょ、30もするけど、これで足を拭く。あ、そういうことか。ここに置けばいいのか。
でも1個引いてあるな。これを置くことによって足跡がひょっとしたら消えるのかもしれない。あ、そして当たってる当たってる。寒いからストーブ当たってますね。よし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 。あー、順番待ちしてるんだ、寒いから。あー、なるほど。お金に余裕があったらこれ2つ置くべきなのかな。ストーブもう1個ちょっと置いてみましょうか。これはちなみに1人ずつしか当たれないみたいですね。よし、もう1個置いとこう。あ、ついてない。あー、ちゃんと店員がつけてくれるんだ。すごいですね。ちゃんとできてるできてる。いいね。です。やばい、結構並んできた。あー、そしてお酒がなくなってる。いやー、これ回らなくなってきてますね。3人でも回らないんだ。見てみよう。この人がちょっと若干高めなんだよな。この人いいんだけど仕事に飽きてるって言われるし、まあこれか、仕方ない。この人、これじゃないな、こいつだ。高いけどこの人も雇いましょう。とりあえずお酒を早めにみんなに渡さないと不満が来てしまう。さあ、お酒をセット。ダーツを誰も使わないけど、これは使わないやつなのかな。あ、やばい、これはお酒が届いてないよ的なやつかな。はい、届いたよ届いたよ。オッケー。いや、やばい、間に合ってない。しかもこれさらにスタッフルームの方にベッドを置かないといけないんでしょうね、多分。ロッカーも置いといてあげるか。働きやすい環境を作ろう。お金は88。シフトボード、やばい、シフトボードつけれない。うわ、ここもいけない、シフトボードがつけれないわ、残念。あ、ここ、ここ、あ、バイトルームじゃないところはつけれる。はい、まあ仕方ない、諦めましょう。で、あとは、やばいね。すごいいっぱいお客さん来るのはいいけど、間に合っていないぞ。4人働いてますが、結構ギリギリですね。お酒を運ぶ、ああ、やばい、お酒が切れてる。あれ、あと1人いるはずなのにな、この人か。机に注文聞きに行ったり届けたりするのでかなり手いっぱいですね。はい、話を聞く。 OK。 さあ、頑張れ。おお、すごいね、かなり繁盛してますね。これはきっと、ああ、なるほどね。これで基礎を広くしたりも多分おそらくできると。面積広くできたりして、どんどん自分で、置ける面積増やしていって、バーカウンターとかも増やしていく感じですね。なるほど。いやー、これパスコインも見つけたいけど、コインが全く分かりませんね。いやー、分からん。これは諦めましょう。はい、そしてお店はかなり儲かって、ああ、ここまで来ると結構落ち着いてきたのかな。待ち時間この人はあるけど、他の人はなんとなく大丈夫そうな感じですね。ああ、でちゃんとこちら骸骨さん薪も組めてるし、掃除する人とかも必要なのか。いや、これはいっぱい必要ですね。そしてなんかこの人取ってったよ。あ、掲示板、あー、なんか募集掲示板かなんか勝手に貼らせてあげれるけど、お金も取りますよ的な感じなんだ。 OK。 さあ、これで B。 でもこれサーブしてるのが奥ってことは、アップのやつをここに置いても問題はなさそうですよね。やはりここにちょっと置いてみよう。ただお酒の種類がそんなにあるのかは分かりませんが、あ、マットワイザーもなくなった。ジャストドリンク置こう。これですよね、ジャストドリンク。ジャストドリンクを2箇所から入れれるようにすれば、もうちょっと早く、処理できるかもしれませんね。 OK。 あ、それでも評価が76とか。あ、なんか、あ、やってる。あー、びっくりした。強盗が来たのかと思いましたが、ダーツしてるんですね。よし、OK。ダーツもお金が取れるのか。あ、OK、OK。
あーサービスの評価は低い。床とか汚れてるとかそういうのもあるかもしれないし、遅い、うん、メーター赤にならなくても遅い早いが関係するのかもしれませんね。さあもうちょっとで今日も終わりますね。今現在8時半ということです。さああと10時間で終わりますが、今回はちゃんと働く人の分ベッド用意してありますので、しっかりと寝れてますね。これなんか立ちながら寝ると多分こういうエネルギーの回復とかが遅いんじゃないのかなとは思いますが、あと骸骨さんは寝なくても OK と。なのでかなり優秀ですね、骸骨さん。さあ、あと3時間ぐらいですね、商人が到着しましたよということで、まあちょっとお酒の方がないんですが、どうなんだこれ、もう9時から開店ですが、まあ終わりですね。ということでデモ版を終えましょう。よろしいですかということで、はいと。残念ながらこれはここまで体験版ですからね、どう終わらせましょうかということです。お、なんか素敵なボタンがって言ってる。酒場を爆発する。またデモが終わるまで待つ。それを押せば大爆発。終了までもう少しだけ自分の酒も眺めても構いません。はい、では爆破しましょうか。ここに一応メーターはありますが、押します。3、2、1、ドーン。あ、これちゃんと確認もあった。ドーン。あーあー、酒場が燃えた。はい、酒場がえらいことになりましたね。せっかく作った酒場ですが、誘惑には勝てませんねということで、さあこれでデモ版の方を終わりました。ちょっと自分コインとか探せませんでしたが、もし気になる方は自分で探してみてください。いや結構面白いですね。興味がある方は動画の説明欄に URL 貼っておきますので、ぜひプレイしてみてください。それでは皆様ありがとうございました。Thank you.